皆さんこんにちは。今回は前回紹介した疑似水冷2の故障修正版、疑似水冷 2.1 における修正内容と実施した動作確認について紹介します。前回はパート33に制作した検証用自作 CPU クーラーの後継機、疑似水冷2の特徴や構造、そして実際の動作とその動作確認の最中に発生した故障について紹介しました。おさらいになりますが、まずは検証したいことについてです。前回話した検証内容は2点で、ヒートパイプといえばおなじみ、動脈使用沸騰が生じる金属ブロックの真上に乗っける案と、沸騰とは真逆に凝縮、放熱側の水枕表面に撥水性か浸水性のコーティング剤を塗布する案です。動脈使案の一部は前回検証しています。動脈使用沸騰が生じる金属ブロックに乗せることで沸騰のきっかけを増やし、沸騰回数の増加、総変化熱輸送の活性化、そして冷却性能が向上したらいいなぁという狙いでやっています。まあ、ハンダ付けとかではなくただ乗せただけなのであまり期待していませんし、むしろ、乗せる、を、重ねる、と言い換えると、重ね着みたいで断熱、熱移動を邪魔しそうです。ですが乗せるだけなら簡単に作れるし試せる、他の製作にも展開しやすい。そもそもこの動脈種の後乗せを思いついたのも、CPU 台を直接冷却するという変な製作を通してでした。ですから期待薄だけど有効なら嬉しいな、そんな気持ちで試す検証です。もう一つの検証、コーティング剤を水枕表面に塗布する案は今後実施予定のものです。これまで金属ブロックや冷媒をいじって沸騰の状態を変化させ、そこから冷却性能向上を目指すことが多かったので、凝縮の様子を大きく変化させる改造を施したらどうなるかを見てみようと思います。まあこの案も性能向上を期待しておらず、凝縮の様子、動きが変わったらいいな程度の興味本位な検証です。以前ですがすでに凝縮と連動しそうな放熱側をいじって冷却性能の変化を見たことがありますが、沸騰側と比べ放熱側だとあまり冷却性能に影響しないみたいと分かっています。ただ当時は凝縮の様子をあまり注目していませんでした。せっかく内部を観察できる自作 CPU クーラーでやっているんですから、せめて凝縮の様子だけでも特徴的になったら嬉しいなぁと、ついでに冷却性能も良くなったら万々歳、そんな検証です。前回紹介した検証内容はこの2点ですが、その後に検証したい内容をもう一つ追加しました。以前パート49で試したドラム式洗濯機用洗剤の水溶液、ドラム洗剤をこの疑似水冷 2.1 でもう一度試そうと思います。普段使っている洗剤水には食器用洗剤を溶かしており、特徴として結構しっかりと泡立ちます。そしたら泡立ちの少ない洗剤を使ったらどうなるかということで、泡立ちが少なく、界面活性剤の濃度が現行の食器用洗剤と同等。そんな特徴を持ったドラム洗剤を使って動作確認をしてみました。まあ結果として冷却性能は良くなりませんでした。ですが当時はラジ HP という特殊な構造の自作 CPU クーラーで試していたので、シンプル構造なこの疑似水冷 2.1 で沸騰の様子をよりじっくりと観察、洗剤ごとの違いを見てみようと思います。この案も冷却性能より動作や様子の変化を注目しているという点でコーティング案に近いスタンスです。追加したものもありますが、そんなことを検証予定だった前回の疑似水冷2では故障が発生し、動作確認を中断していました。今回はその故障に対処するために構造を少しいじって動作確認をできるようにし、問題なく動脈使案まで検証を終えました。なのでまずは製作上重要な故障関連、変更した構造について説明しようと思ったのですが、今回の紹介は最初に本題の動脈使案の結果から、次に変更した構造、最後に構造変更による影響の確認として前回と今回の比較、この順番で紹介します。当初は別の順番、というか安直にまず構造変更の話、次に変更による変化や影響、最後に本題の動脈使案、そう考えていましたが、まとめているうちに大切な話だけどつまらないなぁとか分かったことがあるようなないような微妙だなぁとか思いまして。そんなわけでまずは本題の動脈使案の結果からです。前回は動脈種を前面に乗せる、メッシュ前面、と適当に間隔を空けた、メッシュ隙間、の2種類で試しましたが、メッシュ前面は前回時点でまともに冷える気配がなかったので省略しまして、今回はメッシュ隙間のみ試しています。そしてそのメッシュ隙間のパーツを平らな銅ブロックの上に乗せ、冷媒も生成水と洗剤水で2パターン動作確認しましたが、いずれの冷却性能もあまり良くありませんでした。最も冷えたデコボコな金属ブロックの結果と比べて3から8度高く、
動脈を乗せない単に平らな銅ブロックよりも1から5度高いです。実際の動きを見比べてもメッシュ隙間を乗せた方は沸騰の勢いがちょっと弱い印象です。やはり沸騰が起きるところに銅メッシュを単に乗せただけでは熱移動の邪魔にしかならないようです。せめてハンダ付けが必要なんでしょう。もしくはこれもやはりですが、銅メッシュの主目的を沸騰でなく冷媒循環の活性化に据えて沸騰を邪魔しないところにつけた方が良さそうです。まあその冷媒循環を活性化させる目的で銅メッシュを使う検証動作確認を行う予定は今のところありません。銅メッシュによる冷媒循環促進自体は効果的っぽそうというか、これまでの動作確認の結果からもそれらしい傾向があるんですが、他に試したい検証、作りたい製作が控えているのでスルーします。いずれやる気が出た時にまた銅メッシュに登場してもらいましょう。銅メッシュ案の動作確認は以上で、次は先送りしていた大切だけど地味な話な故障関連、構造変更についてです。まず前回の故障についておさらいしますと、私が作る CPU クーラーではヒートパイプっぽい動作をするために容器内を低圧にするのですが、その低圧化により大気圧が容器を押しつぶすような力、外圧を加えます。熱したドラム缶を蓋して急冷すると潰れるあれと同じやつです。なので自作 CPU クーラーでは押しつぶされないように耐圧性を考慮して作っていたのですが、前回の疑似水冷2は考慮不足で明らかな変形、そして部品の破損。低圧を維持していた容器内に外の空気が流入しヒートパイプの動作が停止、CPU クーラーとしての冷却機能喪失、中断に至りました。そしたら今回の疑似水冷 2.1 で修正した点というのは単純で、耐圧性に関わる構造の見直し、強度の確保です。見た目も構造も大して変化ありませんが、変形しやすい部分にアクリルの補強部品を配置し、その補強部品を CPU クーラーの容器外壁を構成するアクリル板にアクリル接着剤で接着、維持的に一体化させて強度を確保しました。外圧による力を補強部品がまず受け持ち、それを疑似的に一体化したアクリル板に逃がす感じです。部品の材質がアクリルですから金属のような強度はないので、厚さ数ミリ程度だと容易に曲げ変形しちゃいます。ですがほぼ一体化した容器外壁を構成するアクリル板の幅、長さ方向に力を分散させれば見かけの厚さが数十ミリになるので、ほぼ曲がらない、曲げというか圧縮変形ですか。いずれにしても変形しにくくなります。という感じで修正、対策したわけですが、正直アクリル部品同士をほぼ一体化させるアクリル接着剤はあまり多用したくなかったんです。確かにアクリル接着剤は比較的強力に接着できるのですが、私の技量では隙間なく気密性を維持して接着するのが難しく。ですが隙間ができたからと接着をやり直そうにもほぼ一体化するので分離も簡単ではありません。というか無事に分離できるんですかね。そんなこともあり気密性が大切な部分は接着が容易で再挑戦しやすいコーキング剤。気密性が不要、もしくは接着強度が重要かつコーキング剤で後から補修できる部分はアクリル接着剤。普段はこんな使い分けをしています。でしたが疑似水冷2での故障があり、今回はどうにか強度を得たい、アクリル接着剤を活用するかという流れで、気密性を得たい容器外壁の接着はコーキング剤。その内側、気密性を重視しない補強部品はアクリル接着剤という区分けをしました。これなら補強部品の接着に気密性は関係しません。気密維持は外壁を接着するコーキング剤で完結できます。そんな対策にしたおかげか前回時点で検討していた初代の疑似水冷のように突っ張り棒みたいな部品は追加することなく、前回と今回で観察性や内部の形状を大きく変えずに済んでいます。なんなら構成部品の半分以上が前回からの流用です。対処するのは面倒な故障でしたが、いろいろ考えさせられ良い勉強になりました。まあそんな対策を考えていた時には、普段私が多用する板材の積層、組み立てて容器を作るという製作方法ではなく、単一の大きな部材から切り出したり、強度や気密性が確保できるかわかりませんが 3D プリンターを試せたらなぁとは思いました。それらなら設計も部品加工も組み立てもシンプルになりそうです。少なくとも板材の積層組み立てよりはマシでしょ？ですが結局は費用や機材の関係で選択肢に入れにくいので、本当に手間はかかりますがこんな感じで製作しました。という感じで今回の疑似水冷 2.1 では対策を講じ、銅メッシュ案の検証を行いましたが、困ったことによくわからないことが起きました。そのよくわからないことというのが前回と今回の際、構造変更の影響が関係する部分についてです。前回と今回の際を見るために冷却性能を比べると、良くなった、悪くなった、
ほぼ同じ、そんなバラバラな結果になりました。良くなったのは平らな金属ブロックと生成水という、ザ・ノーマルな組み合わせにおける冷却性能です。沸騰の様子にも変化が見られ、比較的頻繁に起こるようになっています。最初は構造変更の影響かな、と思いましたが、それならこちらも良くなりそうな平らな金属ブロックに銅メッシュ隙間のパーツを乗せた前述の銅メッシュ案。その結果は前回と比べて悪化、冷えにくくなりました。溶化ではなく悪化、逆？さらに溶化悪化と変化があった中で、デコボコな金属ブロックを使うと前回と同じような結果になり、平らな金属ブロックでも冷媒が洗剤水なら比較的に近い、わずかな変化です。構造変更で変化したのかしていないのか、よくわからない。一応前回は故障の影響で空気流入、冷えにくかったかもしれないので、今回の構造変更で比較的冷える可能性がありました。ですから平らな金属ブロック、生成水でも冷えていい。いや、今回のはちょっと冷えすぎな感がありますけど。そしたらなぜ銅メッシュ案は良くならない？何か制御できていない要素があるんでしょうか？そう疑問に思いつつ今回、また過去のデータを見直していたら気になるところがありました。前回は故障による中断で試せなかったメッシュ隙間、洗剤水の組み合わせを今回は動作確認できまして、生成水と比べよく冷えることが分かりました。まあそれでも前述の通り平ら、洗剤水よりは悪いものの、差はだいぶ小さくなります。やっぱり洗剤水は安定して冷やせるな、って差異があった組み合わせは生成水を使ってる？でも冷媒に生成水を使った場合でも、金属ブロックがデコボコなら前回と今回の差異は小さい。もしかして、デコボコや洗剤水を使ってある程度冷えるようになれば結果は安定するけど、平らと生成水やメッシュ隙間と生成水みたいな冷えにくいものだけで構成される組み合わせになると結果がブレやすい。そういえばこれまでの動作確認は、デコボコや洗剤水など基本的に冷やしやすい組み合わせで試していたので、今回のように検証としてあえて冷えない組み合わせを試すときは結果がブレやすいのを知らなかった、そういうことでしょうか？とまあ多少考えはまとまりますが、結局何が影響して結果が変化するのかという重要なところがわからないままです。この冷却性能のブレについては、今後続けていく検証の中で様子を見つつ調べていこうと思います。銅メッシュ案のようにパーツを作るなど特別な準備をしなくても、条件さえ合えば試したい検証ついでに調べられそうです。ただ今回のような際、ブレが生じるか自体あやふやなので、ある程度分かった時にまた続きをお話しできればと思います。今回の紹介は以上です。動画編集した私が言うのも変ですが、今回はなかなか気持ち悪い説明順になりました。時系列的には一番最初で制作上大切だけど話題は地味な構造変更の話と、時系列が構造変更の後の2番目なのに、分かったようで結局分かっていない際の話。その2つの後に本題だけど案の定だった銅メッシュ案って話しにくいなぁと思った結果、こんな順番にしちゃいました。次の検証も性能面ではあまり期待できないコーティング案なので今回と似たような微妙な気配を感じます。どういう変化が起きるか気になると同時に、どんな動画構成になるのか変なドキドキが。まあ性能より見た目の変化を楽しみに、引き続き検証を続けていこうと思います。ではではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。